アレクサンドロス主催の野外音楽フェス、ビスフェス24 in 相模原が10月26日、27日に、川上洋平、舞踊、G と白井真希、G の出身地である、神奈川県相模原市で開催。2日目公演には、アレクサンドロスをはじめ、バーツ、クロイ、レイオンリミテッド、サザビズ、スミカ、ワニマ、マイノイズアミッションの7バンドが出演し、約2万人を熱狂させた。この記事では2日目公演の模様をレポートする。ディスフェス2日目、バーガークイーンが流れ、アレクサンドロスの4人が登場する。川上洋平が、1チャンスフェスにようこそ。4フェスにようこそ。と叫び会場を沸かせると、すかさず地元が、愛知県の磯部博之、B、長が、なんなら俺は、4フェスの会場でフェスをやりたかったかっこ笑いとトロ。川上が、初日の盛り上がりに拍手を送りつつ、2日目の皆さん、わかってますよね？というと、大きな歓声が上がり、2日目の幕が上がった。黒いやや小さい四角形、ワーツトップバッターは、アレクサンドロスとは、事務所が一緒で、バニラスカイでのコラボでも知られるワーツ。まずは、エボリューションと、トーキングボックス、ダーティーポップリミックスを立て続けに披露した。ワーツのライブでは、おなじみのウサギさんが、ステージの端から、端まで手を振りながら歩き、それとこうするようにオーディエンスも両手を振って盛り上がる。洋平さんからトップバッターとしてちゃんと沸かしてくれというラインが来て、ちゃんと沸かせられるよう頑張ります。10月31日の武道館の準備がまだ終わってなくて大忙しなんですが、かっこ笑い。大先輩である超リスペクトのアレクサンドロスがフェスをやるということで、武道館もあるけれど、絶対出たいと思って出ました。と力強く宣言。最後は、ワーツの存在をしばたたく間に広めた、わかってないよ。ワーツが、ディスフェスの皆はもっとできると信じてます。と口にすると、特大の、わかってないよのコール&レスポンスが巻き起こり、ディスフェス最高です。ありがとう、という声が響き渡った。文、小松香織写真、村井香織、黒いやや小さい四角形、黒いをおもむろに、内田レオ、舞踊、G が歌い出し、ハイパーからライブをスタートさせた黒い。ドス黒いグルーブで温度を上げ、自然と歓声が上がった。内田が、黒いちゃん、はじめましての方と呼びかけると結構な数の手が上がり、内田は、笑顔で、好きに乗ってくださいと伝えた。内田の美しいファルセットが響いた。モンスタープレイでは、ハンドクラップや、コール&レスポンスが起こりつつ、各メンバーの超絶なプレイアビリティが炸裂。内田が、ようこそ、皆さんお越しくださいました。こんな長いソロをやってる我々を呼んでくれる、ディスフェスの器の大きさに感謝しますと言った後、雨止んだね。よかった。今日1日死ぬほど楽しんでください。と言って、セサミ、そしてファンキーなイントロで、ひときわ歓声が上がった、バーミーライフ。内田が、皆さん調子はどうですか？と呼びかけ、千葉のメロディアスな鍵盤の音が響き渡り、オーディエンスが、心地よさそうに体を揺らす。最後は、ファイアブレーンで、内田のシャープな歌と、ファンキーで、グルービーなアンサンブルが合わさり、面白いようにテンションを高めていく。こういう音楽が世の中にあったらなって思って日々曲を作ってますと言った後、内田がマイクに向かってスピーディーに言葉を吐き出す中、それぞれの楽器がうなりを上げ、たくさんの拍手が送られた。文、小松香織写真、川本勇気、黒いやや小さい四角形、レイオン、リミテッドサザビーズサウンドチェックからリューティー A、GT、超のディスフェスコールで熱気を高めたレイオンリミテッド、サザビーズは、1曲目のスイムから、鋭くも、
暖かに吹き抜ける風のような演奏でオーディエンスを巻き込んでいく。目まぐるしい展開を見せるガラパゴスニーやヘビナ、ジャンパーなど多様な音楽性がバンドの一階のエネルギーに鮮やかな色彩を塗っていくようだ。ジェン・ BVO は新しいフェスが産声を上げた瞬間に立ち会えて光栄ですと感謝を伝えつつ、ディスフェス初開催だけど裏側も完璧。さすがアレキ、トイレのハンドソープまでおしゃれなんだよ。楽屋に冷蔵庫もあるし、ケータリングも豪華。一つ言うことがあるとしたら、お盆がなかったと、地元、愛知で、4フェスを開催している、フェス主催者ならではの発言も。さらに、地元に招いていただくということは本当に光栄なことです。呼んでもらったので、呼び返さなきゃいけないなと思ってますと語ると、オーディエンスからは、大きな歓声が上がった。ジェンはこの日が衆議院選挙の当日であることにも触れながら、未来への不安は一生尽きないけど、アレクサンドロスが皆さんにこびりついたネガティブを剥がしてくれてくれると思うので一緒に楽しんでくださいと伝え、ハーベストとスコールを披露した。この世界に音楽が奏でられる空間があることの幸福を伝える熱く楽しく切実なステージだった。文、天野文明。写真、エミリー井上。黒いやや小さい四角形、住処、ディスフェス。ステージを降りた時に一滴も愛情が残っていないように。全部出し尽くして帰ります。そんな片岡健太、舞踊、G の言葉と共に幕を開けた、住処のステージ。初っ端の、ラバーズから、片岡は音楽を隅々にまで浸透させるように、ステージ上を練り歩きながら歌い、8人編成の大所帯が奏でるサウンドは、パワフルで華やかだ。小川隆之、キー、チョートのツインボーカルスタイルでの、復活の呪文ではポップに盛り上げ、ヴィンセントはオーディエンスの合唱も重なって壮大なアンセムとして威風堂々と響く。さらにトラベリングはメロをかつ穏やかで、誰しもの中にある小さな声をすくい上げるように繊細に奏でられた。 MC で片岡は10年以上前にアレクサンドロスの面々と出会った頃のことを振り返って、他のアーティストと一緒に何かをやるマインドじゃない、一匹狼みたいなバンドだと思っていたと語る。そして誰かと一緒に何かを成すにはまず自立することが大事なんだと告げた。アレクサンドロスは自立し自分たちを見つけたから、こうして数多のアーティストと手を組み、生まれた街でフェスを開催することができるのだ、と。かっこいい孤独をみんなで集めて、面白いをやる。それが、大人の醍醐味だと思う、そう語った片岡。その音と言葉を通して、住処は、一人であることの誇り、孤独の尊さ、そして孤独と孤独がつながることの喜びを、ディスフェスのオーディエンスに伝えた。文、天野文明。写真、後藤宗太郎。黒いやや小さい四角形、ワニマ、ディスフェス相模原。アレキ、アレキ、というお囃子混じりの SE と共に登場したワニマ。ケンタ、舞踊、B が、ディスフェス相模原、まずは、ここから始めようか。と言って、ここから、お演奏。皆が、コロナで声出せない時に作った曲です。よかったらここにいる2万人で歌いましょうと呼びかけ、歌詞をディリディスフェスに変えてのシンガロングが響く、チェダーフレーバーでさらに盛り上げた。ケンタは、アレキのメンバーが、熊本県で俺らがやってる1チャンスフェスに出てくれた、時に、地元を大切にすることを再確認して、ディスフェスを開催することになったと教えてくれました。ステージ横には1チャンスフェスにもある櫓が同じ場所にあるので、地元みたいな気分。相模原は第二の地元だと思ってます。
このフェスがずっと続いてほしいです。来年もなんとか都合を合わせてこのフェスに来ようと思ってます。と語り、来年のディスフェス開催と出演を早くも宣言。皆が歌える大事な曲を用意したので自分たちの曲、2から3曲削りましたと言って、I wanna fly so high と歌い始める。テンポやキーをオーディエンスとすり合わせた上で、アレクサンドロスの渡り鳥をワニマドリとしてカバー。大合唱が巻き起こった。最後は、共に歌ってもらってよかですか?とオーディエンスに問いかけ、共に、お披露。アレキ、これからも、相模と共に、とシャウトし、日本で一番アレキが好き、ワニマでした。という言葉を残し、2万人と一斉にジャンプをして、締めくくった。うん、小松香織写真ジョン、黒いやや小さい四角形、マンウィズアミッションジャン、ケンジョニー。GVO ラップスがマンウィズアミッションです。よろしく踊りベルカ相模と言ってヘイナウェ。サビでは2万人が一斉にジャンプをしながらヘイナウというシンガーロングが巻き起こった。じゃんけんがその場でざれますか皆さんと言って2万人を座らせ3、2、1、ヒベと叫ぶと2万人が一斉にジャンプ。アレクサンドロスと対バン経験はほぼないけれど、キャリア初期からフェスなどで会う機会が多かったと話す、ジャン君。こんな大切なフェスに僕ら参加させてもらってシングル嬉しいしく思え、出ますと感謝を伝えた。あなたたちが第一回のお客さん。フェスの評判を探るのもあなたたちです。相模ってこと、と相模原の人は、ひぶとぎ聞きましたが本当ですか?と問いかけると、嬉しそうな歓声が上がった。AC、DC のサンダーストラックのカバーを演奏し、ダイナミックでアップリフティングな音像で2万人を踊らせた。DJ サンタモニカによるスクラッチが聞こえ、ラストは、フライアゲーン。もちろんサビは、フライアゲイン、イェイエオの、シンガロングが巻き起こり、オーディエンスが腕を上げ下げする景色が広がった。じゃんけんが、この後歯を待ち、地下ね、アレクサンドロスです。と言って、スペアリブ、ドクターによる恒例の、1、2、3、ラウ、コールが響き渡り、2日目の鳥の、アレクサンドロスにバトンを渡した。文、小松香織写真。坂井大輔、黒いやや小さい四角形、アレクサンドロス2日目の鳥、つまり2日間にわたった、ディスフェス24の大鳥を飾ったのは、主催者、アレクサンドロスだ。小雨が降る中、ライブが始まる直前に、爆音で流れたオアシスの、ドントルック、バックインアンガーのライブ音源で、空間は一気に緊張と高揚に包まれる。ステージに掲げた自らのバンドロゴと、ディスフェスのロゴ、そして2日間にわたり全ての出演者の名前を、包み込んだ、の、ネオンライトを背負い、ステージに登場した、アレクサンドロスの4人。1曲目は、アドベンチャー。青い照明が、サラサラと雨に濡れる空間を鮮やかに彩り、バンドの確かなグルーブと観客たちの合唱が重なって、絶景が生まれる。演奏の終わり際、川上がマイクスタンドを掴んで掲げる美しい光景だ。立て続けに、ウェイトレス、ウェイトレス、ついに雨が降ってきてしまいました。お待ちかねの雨です。と川上が語りかけると、大歓声で応えるオーディエンス。いい声出すなぁ。イヤモニ外していいか?その声もっと聞かせてくれ。そう言って、スター、さらに、キック&スピニエ。相模原に最高のアーティストを連れてきたぜ。1チャンスフェスティバルでのワニマにリスペクトとオマージュを込めた言葉で、川上は2日間に集まった出演者たちへの誇りと感謝を告げる。続く
バニラスカイではワーツがサプライズ登場し、川上と幸福なデュエットを披露した。そして強烈な照明演出と共に放たれたガール A とボーイフィアレスの2曲で、自然豊かな相模原は没入感あふれる異次元空間に染め上げられる。2日目だけど全然慣れません。相模原でこんな景色が見られるなんて。その口ぶりから、この2日間の光景が相模原に生まれたことが本当に魔法のようなことなのだと実感する。バックシート、ラン、アウェイとメロディアスな楽曲たちを披露すると、川上はもっともっと続いていくフェスにしたいと思いますと未来に向けた意思を告げた。ラストは閃光、そして渡り鳥がこの2日間に刻まれたスータの思いと景色を空に解き放つように壮大に奏でられる。渡り鳥の演奏終わりには夜空に色鮮やかな花火が打ち上がっていた。肩を組み挨拶をした4人がステージを去った後、フェス1日目に発表された2025年春のニューアルバムに続き、モニターには新アーティストビジュアル、さらに次はワンマンツアーで会いましょうの言葉。5月2日の仙台ギグスを皮切りに、全国18カ所24公演を行うアレクサンドロスツアー2025春の開催が決定した。ディスフェスの2日間の記憶を抱きしめながら、アレクサンドロスは次の旅に出る。天野文明写真、川本裕樹セットリスト、ディスフェス24 in 相模原2024年10月27日日曜日セットリスト、ブールツオム1、エボリューション M2、トーキングボックス、ダーティー、ポップリミックス M3、リトルダンサー M4、ボーイミーツガール M5、スワン6、ナーブズム7、ノイズム8、二人計画 M9、僕の個人主義 M10、分かってないお黒い M1、ハイパーメニ、ジュデンム3、モンスタープレイ M4、セシミーム5、ネットワーク M6、バーミーライフ M7、ファイアブレーン、レイオンリミテッド、サザビーズ M1、スイム2、エブリム3、マイヘレム4、キッチン5、ガラパゴスイルム6、モノリスム7、ファインダーム8、ジャンパーム9、エスケープム10、ハニーム11、ハーベストム12、スコールスミコム1、ラバースム2、フィクション M3、復活の呪文 M4、ヴィンセントム5、ソーダ M6、ファンファール M7、トラベリンム8、スターティングオーバーム9、運命ウェイニマム1、ここから M2、ライフム3、ヘイレディーム4、1988M5、雨上がり M6、ジョイム7、チェダーフレーバーム8、まばゆ光 M9、E から M10、ビッグアップム11、夏暁 M12、渡り鳥 M13、ともに、マンウィズ A ミッショナム1、ダタバソム2、ヘイナウム3、サンダーストラクム4、ゲット、オフオブマイウェイ M5、絆の奇跡 M6、イルビーゼ M7、フライアゲーン、アレクサンドロス M1、アドベンチャーム2、ウェイトレス、M3、スタム4、キック&スッピング5、バニラスカイ、W、ワーツ M6、ガール AM7、ボーイフィアレスム8、バックシートム9、ランアウェイ M10、閃光 M11、渡り鳥、アレクサンドロスツアー2025、仮2025年5月2日、金曜日宮城、仙台ギグス5月3日、土、祝宮城、仙台ギグス5月16日金曜日愛知、ゼップ名古屋5月17日土曜日愛知、ゼップ名古屋5月23日金曜日福岡、ゼップ福岡5月24日土曜日福岡、ゼップ福岡5月30日金曜日北海道、ゼップ札幌5月31日土曜日北海道、ゼップ札幌6月6日金曜日東京、ゼップ羽田東京6月7日土曜日東京、ゼップ羽田、東京6月13日金曜日、大阪、ゼップ大阪ベイサイド6月14日、土曜日大阪、ゼップ大阪ベイサイド6月21日土曜日、石川、金沢歌劇座6月22日日曜日新潟、新潟県民会館6月28日土曜日、岡山、岡山芸術創造劇場、
晴れのは6月29日日曜日愛媛、松山市民会館7月5日、土曜日福島、県心郡山文化センター7月6日、日曜日山形、シェルターマン、ヨーホール7月12日土曜日三重、四日市市文化会館7月13日日曜日、奈良百年会館7月15日火曜日、兵庫、神戸国際会館国際ホール7月18日、金曜日広島、上野学園ホール7月20日日曜日熊本城、ホール7月26日土曜日沖縄、那覇文化芸術劇場のハート詳細は後日発表。